ジョニー・ギノワンでーす。今日はね、梅雨の中休みで青空が覗いています。だからね、いろいろ外の作業をしたいと思っています。これね、釜持ってね、こうやるんですが、今日はこのポトス、皆さんこんなでっかいポトスの葉っぱ見たことありますか？これ沖縄ではね、外にこれをこう地植えをするとこんななっちゃうんですよ。こんな僕の顔よりもでかい、ね、これ切っても切ってもまた出てくるんで、この、下の中のね、この植物がね、これちょっと日光不足になりますんで、これを取ろうと思っています。じゃあしばらく見てくださいね。 OK、 よし。よし、少しは残しておこう。しかし本当にこれ、童話に出てくるあのコロボックルみたいにね、これ傘にもなるんじゃないかということでね、今日はこのポトスをちょっと剪定してみました。以上です。